どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんはじめまして、瀬戸恵子と申します。今日はこの機会をいただきましてありがとうございます。今ね、ちょうどちょっと先に今の話からお伝えしておきたいことが今感じましたのでお知らせいたしますね。結構若い時からアメリカ、ニューヨークが好きでマンハッタンによく行ってました。で、アメリカ人っていうかアメリカの考え、私今ね57なんですけども、バブルという時代があってね、その前その頃ってね、フリーターっていうのがすごく流行っていたんです。フリーアルバイターは今でもあると思うんですけども、でもその目的というのが自分探し、自分は何に向いているんだろうとか、ね、興味があることをねみんなやってました。そういうフリーターのまんまずっと来てるような感じなんですけども、そのお金に関すること、例えば起業します、で何かの問題 で倒産することになります、もしくは自己破産になりますと、その考え方の大きな違いというのは、アメリカの考えというのはもうやばかったら倒産させようと、一からもう一回、まあ一というか、まあ、ゼロからやり始めるっていう考えなので、日本のようにね、例えば起業家の方が借金とかそういうの背負っても、日本の感覚って切腹系ですよね。ダメだったら責任取って死んでやりますみたいな、そういう考えっていうのと全く違うんですよ。アメリカしかほとんど外国は分かんないんだけども、チャンス一回もなくしてスタート、リスタートみたいな感じなので、これからねどんどん日本も悪化していきます。本当経済的にも本当食糧難とかもなっていく、どんなにどん底になってもとにかく命があっての人生ですから、そういった意味では、ね、先ほどおっしゃいましたけど、倒産とか自己破産もうダメだと思ったら潔く、もっと言えば早い段階で結局問題ってね、小さい時は小さいでしょ、でも小さい問題で根を積んどけばいいんだけど、なんとかなるとか、もう恥ずかしいからとか、雪だるま式に大きくなっていっちゃうんですよ。その時にはもう手がつきようがなかったりするし、軌道修正も大変になるから、もうあるところまで決めてもうダメだったら潔くっていう方がいいです。あともう一つ、実は私昔自己破産したことあるんですけども、それはね、なんでかっていうと、まあ後でもお知らせしますけどね、ちょうどインターネットの動画の配信とかが出始めの時です。で、今だともうみんなね YouTube とかのスマホの時代ですけど、でこういうガラケーの時に公式サイト、 AU とか NTT の公式のサイトに登録していないと、どんどん機種がねアップグレードしていっちゃって、最初の契約ねした時には対応できてたのに、アップグレードされるとどんどん追っついていかなくなるんですよ。で結局はまあ詐欺みたいなのに騙された、要は動画、あなたの好きな動画ね、自分で撮ったやつ配信できますよって言われて、でそうすると大体どこの地域でも起業家に関しては新しい事業を始めるっていうので300万から500万ぐらい投資というか貸してくれるんですね。それでやってたけどももう無理だと。でそういう世界から、まあ、結果的に私は騙されたと思うんですけども、で、やろうとしてたジャンルというのが、その当時私女優やってたんですけども、ちょっとセクシー系の女優さんだったんですね。で結局そういう仕事って、今だったらまあ風俗にしても、まあ、メンズエステにしても、そういう業界って魔の仕事、魔っていうのは分かりやすく言えば悪魔の仕事なんですよ。でもっと言えば今ね、お金をバンバン稼げる仕事っていうのがそういう魔の仕事だったりする。でその世界 もう女優さんもやめようと思ってる時だったので、魔の借金っていうのは魔の仕事じゃないと返せないんです。わかりますか？お金にも質があって、なので、そういう世界やめて違う世界に行こうと思ったら、違う世界で綺麗に稼いだとしても、それはこっちで返せないんですよ。だからもう魔の世界から、悪魔の世界からやめると思った時には、もう潔くやめますと、破産。で破産ってみんなね大変だと思っているけど、大体6年か7年ぐらいでデータ消えます、うん、
全然消えます。であとはあのできないこと、選挙権がなくなることとか警備員になれないとかいくつかありますけども、それよりもそこで頑張って踏ん張って、あの要は魔の仕事は魔のお金で返さなくちゃいけないってことは、そういう業界の仕事をし続けなくちゃいけないってわけだ。そうじゃなく本当に人生を切り返したいんであれば、あの決断した方がいいです。で例えばクレジットカードの、クレジットカードで借りてるお金とかはそれはまあグレー的なんですけども、大抵、ヤクザ系のなんかお金貸しとかね、それはお前ね自己破産なんて人間のクズだとか言ってきます。要はその世界から離さないようにするために。でもやっぱり自分の意思、自分の人生ってやっぱり自分が主役なんですよ。で今からお話することとか他のセミナーとかいろいろね出てた時に影響を受けると思いますけども、自分の人生のシナリオは自分で書いてます。で参考書というのが聞いてもね、あここは取り入れようとかいうのはあっても、同じ参考書でみんなに当てはまることはまずないです。だから言えば問題とか悩みも自分じゃないと解決できないってことなんです。そういう意味で今日はね、ゼロ円生活のお話しさせていただきますけども、なんか聞いてて自分にとってのヒントってね、みんな同じことを聞いてもヒントの捉えどころって違うから、ぜひちょっとメモでなんかキャッチフレーズだけ書いといて、自分にとって後でねお家帰ってからでも紐解いてみてください。でこれから約80分ぐらい今ね同じ船に乗ってると思っていただきます。私が先導でね、いろんなところ、あこっち見てください、これはこういう景色がありますよ、こっちはこうですよっていう風にアテンドさせていただきますので、どうかねこの時間だけは他に意識がいかないように、どうしてもね行っちゃうわけですよ。なんとかってキーワードがあれば、ああ昔こうだったなとかさ言っちゃうんだけど、極力今のこの瞬間で今しかないし、もう多分出会いって一期一会なのでね、もう今日しか会えない一期一会ってそういうことなので、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。今日はよろしくお願いします。さあでは、まずお金がなくても生きていけるロタ島ゼロ円生活の話なんですけども、まずね、お伝えしたいのは、誰でもできることなんです。はい、なんだけどもそこにはステップがあるんですよね。例えば5歳ぐらいの子に、だから自然界そういうアウトドア系で言えばね、これは一番のアウトドアの頂点は多分無人島で一人で行ってサバイバルができるとか、あと開墾って言ってね、北海道ももともとそうですけども、山を自分たちで木を伐採して開墾して農業をやってらっしゃる方とか、そういう人たちもいるんですね。それから比べるとある島に行ってますし、人はいますし、果物とかそういうのもあるから、全く自然のことを知らない、アウトドアやったことない人からすればすごいけど、ステップを踏めば誰でもできることです、はい、ですのでね、あなんかちょっと気がおかしいおばちゃんが喋ってるなじゃなく、あこういう可能性もあるんだなと。あとは経営とかねお勉強されてらっしゃる方が多いと思うので、ヒントってねいろんなところにあるんですよ。で今までの既存の金金金の世界から今変わってる、移行してるんですね。私今の時代を令和維新って呼んでるんです。それぐらい真逆になる可能性もあるし、アイデアチャンスってすごいいっぱいあるから、なんか面白いと思ったところが自分にとってのセンスでキーワードなので、ぜひそんなのをねいくつか探していただきたいと思います。で、ゼロ円生活スタートさせていただきますね。では、略経歴なんですけど、規格外人生を送ってまして、生まれは1966年、静岡県の熱海市というところで生まれました。でサラリーマンの家庭で生まれてね、私実は5歳の時にもお父さんを信用しなくて、信用しないエピソードがあるんですけど、で10歳の時にサラリーマンでタバコ、今だ言うとタバコ産業ですか、昔だと JT、 あ反対か、先輩公社、公務員みたいなものだったんですね。そうすると社宅っていうのがあって、そういうとこに住まわせるといつもね、あパパの人たちが会社になったって、でも世間体ばっかり気にさせられてたので、10歳の時に
もう決断したのはサラリーマンだけにはならないというところを10歳で決心しまして、で早くこの家から出ないと私の人生ダメになると10歳の時思ってたんですね。で一番最初に仕事ができるって言ったら、まあ、15歳で新聞配達とかできるけどお家から出れないし、で芸能界っていうね、でもテレビとかそういうお芝居とかの世界がもう子役から仕事できるんですよ。で芸能界に入りました。最初は音楽から行こうと思ったけど音楽はちょっと難しいので役者に入って14から仕事してます。でなんか風雨とかいうのあるでしょ、今インターネットのあれでね、ロボットはっちゃんとかいうのがあって21話で14歳の時の私が出てますのでね、もし無料とかで見れるんだったらぜひ見てください。でそんな感じで14から20歳までは芸能界にいた。でも芸能界って政治家とかそうヤクザとかものすごい今いろいろ話題になってますけど密着してるんですよね。で子供なんだけどそういう大人の話は聞くし、なんかいろいろ世の中って操作されてるようだなっていうのはもう10代の時から分かってました。でさっき言ったようにフリーターっていうのがね流行ってるブームとしてあって、じゃあ一回芸能界やめてみよう、自分を探してみようと思って、20歳からずっと探してました。で仕事歴今ね57歳ですけど、今の段階で約100種類300箇所ほとんど興味があることは、なんかこの20代皆さんの年の時はね今アルバイトニュースとかネットの世界だけど昔フロム A っていうのがあったんですよ。1週間に1回か2回出てもう愛読書ですよね、買ってイベント系とか楽しそうなのもう電車の中で丸つけて、で面白そうなの言って、でよければ言いますけど最大今までお金をサラリーマン的にいただいたことがあるのはイベントの制作、よくテレビ街中でやってるようなイベントのコンパニオンいらっしゃるでしょ、コンパニオンいらっしゃいませなんちゃらっていうね、コンパニオンのマネージャーとかねやってたのが、10ヶ月かな、それが23、4ぐらいの1年間、あとテレビの制作も面白かったけどやっぱ1年ぐらい、あとは、26、27ぐらいの時にバーテンが面白くてバーテンも1年ぐらいっていうのが、要は定期的にお金をもらうのがその2回だけです。あとは3ヶ月とかぐらいはやったことあるけども、ほとんどフリーターという名の自営業者みたいな感じで生きてきました。で32から40の時は、まあ、女優さんをもう一回やってみようと思って、やりました。まあ、それはもうセクシー系の女優で、でもその時もね、お金が欲しくてやってるわけではないし、自分の人生がもう行き止まりになっちゃってね、すごい大きな壁があって、これは私実は17ぐらいの時から、まあ、脱ぐ仕事をしたかったんだけど、できなかったんです。で19の時に出た番組がね、こちらは名古屋ギリギリかな、金ちゃんのどこまでやるのって言って、その番組の中のドラマがあって、そこに出させてもらったらね、視聴率が 25% ぐらいまだあるんですよ。そうすると歩いてるとけいこちゃんとか言われるのが、知らない人が声をかけてくるのが怖くて、普通はタレントさんでもねメジャーになっていく人っていうのはもう知ってくれてありがとうっていう性格じゃないと無理なん でそこで辞めてることもあったんですけども、どうしても脱ぎたいというところで、そこまで自分がやりたいんだったらやらせてあげようと、躁うつ病になったりとかね、あと多重人格みたいなのになったりとか ね結婚しようと思ってもやっぱりこう障害なんか やりたいことをやってないっていうのがすごくやっぱりブロック障害物になっちゃうんですよっていうところでやりました。で40の時にさっきも言いましたけども、真摯に本名でやってるし、本当に真剣に生きる性と日進弁の性って紙一重だから真剣にやってるけど、よそ様から見たら同じ世界にいる人たち、どんなに嘘偽りのない映像を作ってもっていうところで、まあ、そのね一番のきっかけはその動画の配信で、今も YouTube で生きるなんていうか人生をよく日記みたいにやってるんですけども、その当時も例えば男の人が多いからねあれですけど、 AV とか作られてるものだって本当じゃないんですよ。素人さんって言っても全部モデル会社
に所属してますし、嘘を偽り、なおかつ今の最近ちょっと見たけども、もう人権侵害の内容ばっかりでしょ。映像ってすごく見れば影響力受けるんですよ。活字とかはじゃあ本を読んだ時にイメージ湧くけども、映像ってだから例えばホラー映画も野放しにしてる、ホラー映画ばっかり人を殺すのばっかり見てたらやりたくなったり してくるっていうのが、特に映像の力って大きいのでね。でもまあ自分がそういうふうに本当の愛を表現したいとか思っても、外から見たら同じっていうところで、まあその自己破産っていうのがきっかけで辞めることができました。だから何でもその倒産しても自己破産にしても、きっかけ、人生を切り返すきっかけだったらいくらでも使っていいと思います。で、若いうちって妥協したくないじゃないですか。なんだけど妥協しないとね、動けないんですよ。例えば引きこもりを持って、なぜかって言ったら妥協したくないから引きこもっちゃうんですよ。でも人生を進むことをゴールにすると、妥協しないと進めないでしょっていう部分で、全然妥協っていう捉え方をまず変えてみる。あと失敗というのも、失敗ってないから、結果として失敗でも、それ失敗のまま終わらすから失敗で、成功した時にはこれがなかったら来れなかったよねっていうことだから、失敗じゃなくなるじゃないですか。そういう意味でいろんな今まで植え付けられている概念ね、これはこうであるというのを、これからの人たちはどんどん新しく変えていく。その脳みそが柔らかくなればなるほど生き残っていけると思うし、新しい時代の経営者、コンサルタントもそうだけどなれると思います。まあ、そんな感じで行って、で、やっぱりアメリカ行った時もね、本当にもう何3万とか4万で1ヶ月とかいる。だからここに行きたいと思ったら気持ちとか意志がすごく大事で、行くと可能性の扉がどんどん開いていくんですよ。で、土地によく呼ばれて、まあ今でもそうなんですけど、気になるってことは呼ばれてるの。でも、あ、今お金ないからとか、じゃあいつか行こうとか思ってると、呼んでるのは今来てって呼んでるんですよ。だからなるべく早く行けるように。そうすると、例えば呼ばれた時に行くと100ぐらいのギフトがあるんですよ。それを例えば1年後、2年後とかなったらもう10とか1とかなっちゃう。瞬間っていうのは、ね、瞬間って言いますけど、本当の瞬間って瞬の感じることなんで。なので、まあ、そういうふうに切り、もうどんどん自分の人生を自分で、切り開いてきました。で、そういうご縁でアメリカにね、グリーンカードって永住権がね、1年間に5万人だけくれる、まあ、キャンペーンみたいなのが20年ぐらいあったんですよ。でも最近またやってるみたいですけどね、1人1通出せて。で、それが当たったりして、まあ、でもその前の段階で、ニューヨーク行ってみたりとかね、縁をつけてますから、すべてはご縁付けなの。だから、今日ここにいらっしゃったっていう部分では、ゼロ円生活の縁もできたし、ね、企画外っていうのもできたし、いろんな縁を、つないでいると思って、それがわかるのが後なんですよ。なんか人生ね、これからうんと苦しいこととかあっても、それまで乗り越えられないことは絶対ないです。で、後になって、ああ、必要だったんだなってわかるから、もし友達とかお知り合いでもね、今死にたいような子がいたら、ぜひ私を紹介してください。変なおばさんいるから、ちょっとそこに会ってみなと。いろいろホームページとかもね、ありますから、とにかく死のうと思ったら、その命を私に預けてくださいという、そういう人たちが今いっぱいいるから、出てきてますから、命あっての今世だからね、ぜひ死なないようによろしくお願いします。まあ、そんな感じありまして、なんかロタ島にゼロ円生活もいきなりゼロ円に行くわけじゃなく、5歳ぐらいの時からお友達が自然でした。で、今でいう虐待、昔で言えば厳しいしつけ、時代によって言葉も変わっていきますからね。で、お家なるべく帰りたくなくて、その時は海の近くに住んでたんですよ。で、本当にもう暗くなって、もう帰るしかない時ぐらいまで、趣味は散歩、お家にいると嫌だから。だからもうこの5歳ぐらいからも自然とのご縁をつけてたんですね。それこそ海は広いの大きいのから始まって。で、自然がすごい優しいものだっていうのも分かってたし。
でそうやって一つずつステップバイステップをしてロタ島ゼロエリ生活に行きました。はい、ではじゃあそのロタ島というところなんですけどもね、皆さんグアム島とか、サイパンとか聞いたことある人ありますか？行ったことある人まだ誰ですか？はい、あの一番日本から近いアメリカ、外国と言われてますね、アメリカですね、アメリカ領土だからね。で、ロタ島の位置というのはグアムとサイパンの間にあります。で最初にロタ島を選ぶっていうのは、最初はサイパンに行こうと思ったんですけども、ガイドブックめったに買わないんです、買ってみたんです。そしたら 3,4 枚ぐらいね、そのロタ島の情報が書いてあって、なんか第二次世界大戦の時に食料を作っていたと。最初からもうテントキャンプ生活、外で生活したいと思っていたので、ロタ島を選びました。で向こうの本当小さな島ですけど無人島ではありません。今はなんか人口1800、ね、1900人ぐらいらしいですけど、その当時は公表は2500人ぐらいいましたけども、エリアが広いし、実際に村に住んでる人たちって言ったら多分300人ぐらいとか、そんな感じだったと思います。で見ていただけると、次の写真ですね、見ていただけると分かると思います。すごい綺麗。ロタ島っていうのはロタブルーって言って、あのダイビングタンクを背負って入るダイビングではすごく有名なところです。これ海の、あの太陽の光が入るとこういう色が出るんです、ロタブルー。ここに来たくてダイビングの人たちがよく来るところです。なんですけど、サイパンとグアムというのは日本から の直行便があります。でもロタ島っていうのはあるところから飛行機がね飛ばなくなったんですよ。でグアムからサイパンから来る飛行機もね、6人乗りとか8人乗りとか、そういうちっちゃなヘリコプターみたいな感じのなんですけども、あるところから飛ばなくなって、そうすると旅行会社というのはパッケージツアーっていう、確実に行けるところじゃないと売らない、売れないっていうところで、まあ、神様が守っている島っていうのは大抵不便です、日本国内でも、で、まあ、そういう感じのものすごく本当の手つかずの自然があるところに行きました。でもその前に島で行くと、ロタ島の前には一番最初18か19の時にサイパンが初めてですね、あとはずっと知らなくて、島系はあんまり知らなくて、ハワイ、皆さんねよくテレビに出てるオアフ島、ワイキキビーチとかも住んだことあります。だけど公にされてないんですけども、すごく実は内情が荒れてたりしますし、海自体も決して綺麗とは言えない。あとグアム島も住んでたことあるんですけども、グアム島もちょっと金のイメージが強く、ちょっと危険かなっていうところがありました。そんなんで、まあ、手つかずっていうのは本当の自然が残る島を選びたかったというのが一つですね。じゃあ次の人いいでしょうか。はい、でロタ島に住もうと思った理由というのが、今から12年前ですね、 3.11 がありました。その時に、まあ、その時までも、まあ、さっきも言いましたけど、10代の時から、まあ、芸能界とかいましたので、なんか世の中ってね本当じゃないな、なんか操作が入っているなというところが非常に重い。でいろんなことを勉強したんですよ。なんか世の中で言うと陰謀論とか言われますけど、陰謀論という言葉を作ったのは闇の人たちです。そんなのあるわけじゃない、何信じてんの、バカじゃないのっていうふうに植え付けることによって、そうだよな、そんなことないよな。よかったらね、アメのうずめ塾っていうのがあって、 YouTube とかはね今全部削除されました。なのでニコニコチャンネルとかだったら出てくるんで、後で見てねどうしてもね、そう言っちゃうんですけど、でキーワードってね本当にね大事で、歩いててでもふっとなんか引っかかるとか、なんかなるべくね本当音楽、若い時って音楽好きだけど、なるべく世の中の情報を、本当のリアルな情報を得た方がいいと思います。
で、ふとすれ違った時にふっと聞いたのがヒントだったりするし、もっと言えば街中ヒントだらけだし、自分の人生にとってね、そういった意味で、じゃあその勉強した時にもう私にはもう何もできません、子供の時からもう親がそういう親でしたが、毎日喧嘩してね、どうしてこういう人間ができるんだろうとかいろいろ思って、いつも周りのことを気にしていて、もう人のことはいいから自分のことは言いなさいって言われてたけども、もう最近までもやっぱり気になっちゃうね、電車乗れば困っている人が目に入っちゃいますから、まあ、そんなこともあって今私ね、裸眼 0.02 で生活してるんです。そうすると見えないから気にしなくていいでしょ。でもっと言えばその100種類300箇所行ったので、なぜかって言ったら、昔はあのおしゃれな眼鏡なく授業中だけかけてたんですよ。それがコンタクトレンズした時にね、新宿の駅で気持ち悪くなりました。世の中の人こんなに見えてたんだ、ニキビだったりいっぱいね見えるでしょう。それでそこからね、人生変わっちゃって、見えすぎちゃって、いろんなところにこう掲示板にチラシとかあるでしょ。そうすると何何それ、え、それ何何に、だから100種類300箇所行っちゃってるわけですよ。そういう意味は、だから裸眼にすることによって、まあ、後で話しますけど、今音楽という力をねもらって、本当にできること、でも裸眼でも裸眼 0.02 でもできること。昔はマッサージの仕事って目が見えない人のためだったわけ、見えなくても分かるから、あと音楽もできるよね、芸術もできる、絵だって自分でだって見えればいいわけだし、芸術関係も裸眼でいいし、あとは農業も実は大丈夫なんですよ。だからそこら辺しかもできない、わざと枠を狭めてここで行こうっていう感じで 0.02 なんですけども、だそんな感じで何もできませんと。今まではね、いろんなことをしてきてるから、この年だから12年前でもいろんなことをしてるから、世の中を良くしたい、良くなってほしいと思ってたけど、もうできません、無理です、そんなね、あのこんな私は何もできませんと思って、どうせ通ったと書いてありますけど、殺されるってことですかね、どうせ殺されるなら私はもう人間らしく最後は自然の中で生きたいと思って、日本卒業、お金の社会卒業、もう物質社会卒業して、もうでも女子なんでね、丸坊主にして、バックパックに、なんか写真ありますよね、バックパックに、なんか行った時のなかったでしたっけ、あのえイラストが、あこれですね、10枚目いっちゃっていいですか、イラストはい、まあ、こんな感じテントと寝袋と T シャツ数枚と、そんな感じでね行ったんです。もう何も間全部処分ですよ、まあ、未だに写真とかももうないですね、うん、で思い出あってもさ、しょうがないじゃん、常に今そしてこれからっていう部分では、でこんな入り立ちにして、でまだその時は、まあ、女優さんのファンの子もいましたし、最後のお別れ会の時にみんなね、あの来てもらって、昨日まではロングヘア綺麗におしゃれして、で次の日見送ってくれた人がいるんですけど、次の日スキンヘッドみたいな結構カルチャーショックだったみたいでね、はい、でも本当だから人間って同じ人だけどね、あの印象によって随分変わるんだなっていうところなんですが、まあ、そんな感じでロタド行きました。でとにかくこの前行く前っていうのがどういう状況だったかと言いますと、花見、代々木公園ってね、東京にあるんですけども、代々木公園でお芝居の人たちとみんなで花見してたので、トイレが少ないから、もうトイレすごい行列なの。パッと見たらブルーシートでね、あなんかホームレスの人だなと思ったんだけど、もうそこ行って聞いてみようと行ったら、もうブルーシートでこうホームレスの人たちのこうコミュニティのところがあったんですよ。行って、お母さんお母さんトイレどうしたらいいかな、そこら辺ですればいいじゃないのって、そうですよねって言って公園のね端っこの方でさせてもらった時に、お母さんたちいいですよねって、こんなね社会のコンクリートジャングルの中でこんな公園の一等地で寝てられるんだもんねって、うん、本来人間はそうだからねって言われて、そうだなって、だからマックスだったんですよ、自然の中に行きたいっていう、うん、そう、あとはやっぱり14、まあ、15から一人暮らししてるからずっとお金のことを考えてるでしょ。一人暮らしでやっぱ家賃、何もしなくたって家賃払わなくちゃいけないし、で例えば、どっかにね海外に2ヶ月来たいと思っても行ったら家賃払わなくちゃいけないし、ほとんどずっと、まあ、15ぐらいから、まあ、この時46だからそこまでずっとお金のこととか考えてきて、でも別に、ガイドブックを見た時にフルーツ食べ放題、
野田島は手つかず本当の自然って言ったらもう原始的な生活できるんだなって、縄文みたいな時代できるんだなって思って行きました。だからいきなりじゃないの、ね、子供の時からご縁があって、あとは、ね、海から始まって、お休みの時まだ10歳まで一人っ子だったから、お家にいるとね嫌な思いするから、もう自分でお弁当とか作って山にピクニック行ったりとか、なんか自然のところに行く機会が多かったんですね。そうやってご縁をつけてきました。だから自然イコール怖くないんですよ。本当の都会のど真ん中、東京の友達とか自然の中行ったキャンプとか一緒に行くと寝れないの、怖くて静かすぎて、ね、ここら辺だったらまだ自然あるからね、そうでもないと思うんですけども、だから生まれたところの環境とかによって変わりますよね。都会のど真ん中で生まれた人と、ね、田舎で生まれた人とはさ、やっぱり違うし、まあ、そんな感じでロタ島に行きました。はい。で、ロタ島にはですね、質問を聞かれましたね。はい、物資社会を卒業して永住する気持ちで行きました。でも本来はアメリカ領土っていうか観光ビザだったのは90日までしかいれないんですよ。まあでも90日いて、また一回帰ってきてまた行けばいいわけだもんね、分かりやすく言えば。でも私はそのグリーンカードというのを抽選でもらってたので、ありましたので、ずっと帰ることなくいることができたっていう感じですね。ロタ島、まあ、いきなり星なんですけども、とにかく大自然。皆さんキャンプとかされたことある人いますか？あ、いないの？あ、どうですか？じゃあ海に遊びに行ったことある人？あ、山に登ったことある人？お、はい。そうなんですね。やっぱり名古屋も都会ですもんね、そういう意味ではね。はい。そうですか。じゃあ一番まずちょっとそれるけど、これからの時代に電磁波ってすごい危険なんですよ。スマホね、今 4G でしょ。 5G の人、ああ 5G じゃないですか。はい、 4G と 5G が全然違うので、まあ、それはそれで調べてほしいんだけど、でそのね、電気をおうち中電気だから電気がね溜まってるから、それを放電アーシングするのに一番いいのは公園、どこでもいいです、公園だけど一応見渡してもらって、木が伐採されてるところはもう 5G のアンテナがあるから、ちゃんと木があるところの公園で裸足になって大地とつながることによって、体に溜まっている電気を放出してくれます。アーシングって言うんだけど、そういうことをやったりとか、これから電磁波がやっぱり問題となりますから、よく言うから静電気がある人っていうのは電気が溜まってるってことですからね。そういう意味では着るものを変えるとか、今ねコットン 100% っていうのはあんまないんですよ。コットン100だったらいいもの、例えば 97% コットン、 3% 違うものが入るとやっぱ違う素材になりますから、っていう部分で、体は自分のこと、例えば電気は気をつけてください。あとみんな多分コンビニ使ってると思うけど、コンビニの電子レンジ、電磁波だから栄養も変わっちゃうし、もしでもどうしても自分でやるやつあるじゃないですか、お家でも。その場合は入れたらちゃんと離れて、もう正面からバーッと出ますからね。ほんと離れて。でも一番いいのは使わないことです。で、そういう部分で今、例えば見えないけど、この世の中は電池と電磁波とか電気系とか見えたらものすごい状態じゃないですか。だからそんなのが何もない本当の島がロタ島で、本当星とかはこんな感じ。その時は裸眼で、まあ、裸眼でももう言ってるんですけども、私の裸眼でも見えるぐらい、今ここまでは裸眼だと見えませんけど、そういう感じで、どうしてもね、グアムで人口が多いところとか観光客が行くところっていうのは商売になるでしょう。お金になるからいろんな商売が始まるでしょう。でも観光客を止めてる島だからっていうことが本物の島なんですよ。で、一番良かったことは、ここにはこの島には毒蛇とか毒物がいなかった。でもそれは後になって知ってるんですよ。後になって知ったことだけど、まあ、いてもね、その人の波動っていってエネルギーによって近寄ってこれない。さっきの魔の話しましたけど、悪魔さんは悪魔さんを好きだから、そういう意味で。で、綺麗な人は綺麗な人が好きだから、ご縁がつながんないんですよ。わかりやすく言えば。
全てはご縁でできてるから。だからそんな感じで何も恐れることなくロタ島の生活が始まりました。で最初にあのイミグレーション海外行ったことある人はなんかいないってことでしょ、まだね、うん、イミグレー海外行ったことある人いますか、いますか、はい、イミグレーションって入管書くとこあるじゃないですか。でそれ書くときにホテルの名前書かなくちゃいけなかった。でホテルの名前を外ホテルに泊まる予定なかったから切っちゃって、でも書かないと問い詰められるし入れてもらえなかったら大きな間違い大変なことになるので、で一つだけ覚えてたロタリゾートホテルっていうのを書いて、で すぐあの到着したら隣の喫茶店に、はあ、でそこで初めて私ロタ島の情報を広げたわけですよ。で普通だったら旅行とか行くときは先に勉強するでしょ。でももう日本をほら処分するっていうね、友達になったりとかねしてるから、そんな時間なくって、もう飛行機の中でああとりあえず乗れたわって降りてから調べようと思ったら、なぜ4人とか5人しか飛行機乗り継ぎで来ないから、イミグレーションの人たちもすぐ来たわけですよ。そしたら嘘を書いたのが割れちゃうじゃないですか。普通だったらホテルにすぐ行くわけですから、ガイド広げてどうしようかなって、それではいけないいけないと思ってすぐ閉じて、バックパック何キロぐらいかな、十何キロあったのかな、背負いながら歩きました。でも地図を見てる限り、さっきの地図でそんな大きな島だと思わないか、歩けると思ったらとんでもない。でもひたすら歩いてたら止まってくれる人がいました。どっかちょっと前後しちゃうんですけどね、あの要はそういう島だからタクシーなんていないわけですよ。どっかに書いてあったと思います。で要はヒッチハイクじゃないんだけど、みんなもうある意味ロタ島の人たちはみんなもう家族みたいなもんだから、でも部外者だけど歩いてたら泊まってくれ、どこ行きたいのって乗っかっていいよ、ありがとうございます。で暑いからね、グアムとかもそうだけども、そしたらどこ行きたいのっていうか、キャンプしたいんですと、海の見えるところでキャンプしたらどっか連れてってくださいっていうところで連れてってもらったのが、観光客が一番行くテテドビーチというところでした。でもお客さん、7月の3日に行ったんですけどね、7月の4日が独立記念日、アメリカのジュライフォースといって、でその前の日に着いたんですけど、まあ、誰もいないんですよ。誰もいなくて、でもまあ大丈夫っていうか大丈夫ですって言って、でもどういうおじさんか分かんないんで、で行ってもらって持って誰もいないし、本当なんかどこに来たんだろうと思うような感じで、でも、まあ、探すしかないと、隠れられるところ公にやったらやっぱりほら知らない人だけど何してんのって言われるんで、で探したところ、ちょうどパームツリーってヤシの木ってあるじゃないですか、そのヤシの木の中に入っていったら、本当にさっきまで誰かがいたような感じで、テントを張れるスペースが空いてたんです。これは本当びっくり。でもね、それまでも、まあ、46年生きてたからね、その時で必要な時に必要な情報、必要な人と出会いっていうのは分かっていたから、でも本当物の見事にやっぱりテントが張れる、だいたいこれぐらいですよ、テントはこれぐらいの大きさですね。そのスペースがなかったら張れないでしょう、木ばっかりだったら。でもちょうど他の周りは全部木で、そこだけ空いてる。でもあそこはテントとかする人いないですから、今思えばすごい不思議でね、出来上がってここにしなさい、そういうの見た時に空いてるからここですねっていう感じで、そこにテントを張りました。さっきの写真っていうかありました、ワンポールテントっていうね、一本だけ棒立てればいいところ、あのいいテント。でもとにかくついて着地して、わっやったー帰ってきたーっていうね、もうなんか本当にずっと修行してて、あのやっと故郷に帰ってきたような感じ、自然の中に帰ってきまして、でもまあ何にもノープランじゃないですか。だってゼロ円生活をしようと思って、何も人間らしい縄文的な、だから日が昇れば起き、沈めば暗いから寝るという、まあ、そこを体験したくて行ったけど、まあ、その時は体験と思ってませんよね、もうずっといる気だからね。だから時間はいっぱいあるから、旅行と違って時間はいっぱいあるから、とにかく最初は寝ました、うん、
で自然の中に寝ると、まあ、やったことない人は分からないと大地、本当の大地と地球とつながるわけだから、もう寝ることがやっぱり一番回復することなんですね。例えばよく大人たちでも急に倒れて入院とかあるじゃないですか。病院に入院イコール寝なさいってことなんですよ。わかりやすく言えば何もできない状態に寝なさいと、寝るとやっぱ復活していく。で多分もうイメージ的に1週間ずっとノンストップではもちろんないですけども、1週間ぐらいとにかく寝まくった気がします。寝て細胞が蘇る感覚、うん、例えば皆さんもなんか遊びでもバイトでも寝れなくてやっと寝れたと思った時に寝るとやっぱこう復活してくる感覚とか、わかる？わかるでしょ？あ、わかる、よかったですか？うん、なんかいろんな意味で、今の人たちはね、もう細胞がちょっと違ったりするから、で今ねまだ二十歳ぐらいだけど、今生まれてる子供たちはもっと違うと思うよ。新しい時代に対応できるような細胞に。で一番はね、やっぱり人間らしい感覚って、一番は食事なんですよ。コンビニ大好きな人いますか？ありません。カップラーメン好きな人どっちもあるんですね。人間らしさと両方がね。じゃあ皆さんが、お家実家ですか？皆さん。ちゃんとお家でご飯食べてる？食べてない。じゃあちなみにマクドナルド好きな人？そうか、それは行く。はい。でもコンビニはあんまり好きじゃない。カップラーメンも食べない。あ、それはすごい。すごい。ちょっと余談になるけど、今かな、さっきここに来る前に無料サンプルもらった人、あ、もらいました。飲んだ？飲んでない。でも後で飲むでしょ、うん、実はこのエナジードリンク非常に今問題になっておりますもらってるじゃないですか。話するからネタとしてですよ。本当に問題になってて、ね、ここはいろいろ何が問題かって、まず無料で配ってるものは気をつける、うん、そういうこと。無料でできることも気をつける。あと格安というのも気をつける、うん、あとで、まあ、3.11 のあれ終わったけど、その時にいろんなこと、それまでもいろんな勉強してるでしょ。ほとんどが罠なんですよ、そういう意味では。罠だらけ、罠だらけの世の中で、例えば衣食住とかね、あるでしょ、食べ物。でも一番、例えばじゃあ人間の三大欲って何ですか？どうぞ。三大欲。食欲、睡眠欲、性欲。大体ね、言ったもんで自分の中の一番が食欲なの。で睡眠欲で、だから本当ね、エロ系が過ぎないとすぐ性欲って出ますからね。だから大体人が食欲が一番でしょ。で今は食べ過ぎて病気になってたりするんですよ。で、食品の裏側という本がね、阿部司さんっていう人が書いてるのがあるんだけど、例えばほら納豆でも何でもいいんだけど、パッケージって表でしょ。食品の裏側ってことは食品の裏側が大事ですよってことなんですよ。だからこれ一つの大きな生き残りのヒントです。何を買うときでも、訓練だから、コンビニでも何でもスーパーに買うときに、今まで何気にこう買ってたもん、まあ水でもそうですよ。必ず食品の裏側を見て、分かんないことは調べてみる。例えば納豆は体にいいと思ってるでしょ。納豆はまだ良くても、あれについてるタレが良くないんですよ、うん、とかこうやって見て、裏を見ると何だろうって調べてみると、もう本当に恐ろしい、ね、で体重50キロ以上は1本飲んでいいけど、50キロ以上は飲まないでください本当だよ、すごいね。これ本当エナジードリンクも問題になってて、よく死んでる人も出てるんだけど、結局ほら情報操作ね、情報操作っていうことは言論統制って、YouTube とかもなるんだけど、でその量を飲んじゃダメってことですね。その量がダメ、怖いよ。だからみんな本当にね、とにかく一番は食だから、食事で、食のことに関してはとにかく、まあ、自分を守りたいと思うんだったら、必ずもうこれから食品の裏側を見るようにして、分かんなかったら分かんない。で男の人は特にね、そんなこと言ってたら食べるもんないですよっていうの、いいですよ食べてって、でも餌食
要は企業の餌食になって苦しんで死んでいきますから。で、例えば子供の時からお母さんとかにあれでしょ、体にいいから食べなさいとか言われ続けてるから嫌じゃない、なんていうの、だから好きなものを食べてもいいんだけど、じゃあその好きなものは大丈夫なのかなって見ることなんですよ、そういう意味では。で、さっきランチ食べるになくていたら、やっぱ学生のところだからラーメン屋さんも多いでしょ、そめちゃくちゃでもラーメンばっかり食べたらやっぱおかしくなるのね、っていうさ、やっぱり自分の体愛してあげるって大事なことで、そういう意味ではだから食は本当にあの生き残りでは一番の課題だと思います。よかった、戻ってきてね、はい、戻ってきて自然の中で、ね、キャマさんはやったね、自然の中で変えて、なんか手つかずってことはさ、変なものがないところにいたの、3年間分かりやすく言えば。はい、じゃあ次お願いします。で、ガイドブックにはさっき言いましたけども、14ページ、あ、14終わりましたね、はい、ここなんです、16までいっちゃいました。1週間寝てたのと、あとはココナッツが落ちてたの。ココナッツってヤシの木ってね、に落ちてる大きな氷があるじゃないですか、どっかありましたね、ココナッツ、はい、ココナッツが落ちてるわけです。分かりやすく言えば大きなアーモンドで、ココナッツよく写真載ってる上のやつって、フレッシュなやつはあれも刺身みたいにして食べれるんだけど、男の人は木に登ったりして、そういうのね、でも本当は果物でもそうだけど、食べ頃っていうのは落ちてだから、熟してるってことは落ちてくるから、でこれは熟してずっとあのビーチのとこにあるやつを拾って、この皮を剥ぐんですよ。剥ぐのは分かってたけど、やったことないから、で最初はもう本当何時間もかかって剥いでました。で、岩にこういう角、岩の角とかにぶつけて、ぶつけると硬いものが柔らかくなるから、それを剥ぐっていう作業をして、で中からこういうのが出てきて、これは果肉なんです。本当はココナッツって全部水分なのを時間かけて白くなっていってくれるっていう、ちょっとはココナッツジュースが残ってるから、ボール、これぐらいのボールになったところをパンと割って、割っただけだと水分が出ちゃうから、パーンと割りながらこうフォローして水分を少し飲む、でここをまた割って小さくしてカリ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 っていうリスのように食べるんですけども、この1個のボール、これぐらいが半分ぐらいで全然1日大丈夫ですね。それぐらい栄養価があります。だから私はあのなんか防災とかね、みんな非常食で、いろんなもの備蓄されてますけど、一番軽くていいなと思うのはココナッツパウダーっていうのが売ってるんですよ。あの料理用のやつでね、粉で売ってるんですけども、それを持ってるのが一番いいかなと。私はそれと、あと栄養分って言えば昆布、干し昆布を買っておいて、あれをしゃぶってればいいかなっていう感じ。例えば非常食にカップラーメン、みんな買ってる人いますけど、カップラーメンイコール毒ですからねでそれもあのこのロタ島で観光客の人がなんか良かれと思ってねくれたりしたんですよ。なんか持ってきましたとか、コーンスープのこういうなんか袋に入ってるのあるじゃないですか、飲んだことあると思うけど、あれ一袋飲むから飲めるけど、食料じゃあ飲んでみようと思う、ちょうどのなんかお腹空いてる時で3袋を立て続けに飲んだら吐きましたよだから例えばカップラーメンとかも、もしねカップラーメンやめてみようと思うんだったら、もう立て続けにもう汁まで飲んで吐くまで食べたらもう食べなくなるえ本当に1個だから気づかないのよ、許容範囲に毒が入っても大丈夫だから。でその時思ったもん、カップこんなコーンスープ体にいいと思って、でも3袋立て続けで本当毒なんだなって。あとはね、海外からいらっしゃった方、私農業の仕事も好きで日本でも手伝いに行くんですけど、海外の人が日本に来て最初にね、研修生とかコンビニの弁当とか食べるからお腹を壊したりとか病気になるので、
でもやっぱ人間って免疫力があるから慣れちゃうんですよね。だそれぐらい毒まみれなの、特に食に関しては。でもそれも気づかなくて、そんなこと言っちゃうとか、めんどくさいとか、お金がないとか言って、でそれが変えるきっかけとして病気になるんですよ。だからなんか病気だけじゃなく事故でも何でもいいんだけど、問題の原因っていうのが自分の人生、ちょっとアテンション、黄色い信号、はい注意ですよって、人生変えてくださいっていうことだから、どんなちっちゃな問題でもね、あこれなんか僕の人生、私の人生言われてるんだなと思うと、なんかあ分かった、ありがとうっていう気持ちになるじゃない。なんで俺だけこうなんだよとか思うとあれだけど、あ教えてくれてるのねと、問題ない人生にしてくれるためにと思ったらありがとうって、問題にもありがとうって、そういうことなんですよ。まあ、そんな感じで1週間隠れてて、人にはでも元々ビーチで人、そんな観光客だって、観光客があのツアーが飛んでないからいないんだけど、でも用心を重ねて、朝の早い時間とかでこう一応こう木陰から見てね、人いないなと思っていくわけですけど、で今からその10日目でしょ、1週間でしたっけ、10日目に見つかっちゃったんですよ。でもその人は、でも今思えばその人一番最初に話した人だから、そうか、で車で置いてもらった時に、前にいたビーチのパラソルとか貸し出ししてる人だったの。その前に小屋があって、でその人に見つけられて、お前どうした、生きてたかって言われて生きてたよって、でいつか終わるためにパーティーやってるからって言われて、わかりましたっつって、もうそのまま本当身柄を持っていかれるような感じで、だから朝でしょ、で朝で昼ちょっと待ってろって言われて、まあ、私も、まあ見つかっちゃったらね、普通のこう会話とかしてね、と思いながら待って、だから多分10朝あって何時間ぐらい、お昼ですよね、だから多分11時ぐらい前ぐらいにはあのパーティーの準備、バーベキューとか準備してもらって、でも一番最初はもうビールだったんですよね。さすがにそこまでね、食べてない時のビールっていうのは来ましたね、一口でね、でもまあそこから、あもう見つかっちゃったら今度は反対に出ていかないと。でもそれは今回ロダのもそうなんだけど、全てに関してそうなんですよ。皆さん嫌だなと思うことを逃げるから追っかけてくるの。さっきの最初の問題と同じに、嫌だなと思うから来るから、そういうのは向かっていくわけですよ。そうするとそこで抑えられると、まあこれは人生教訓的な話なんですけどね。まあ、そこからそれが広がって、まあ別にでも、丸坊主にしたから変な人っていう感じで、これがもしロングの人だったらさ、やっぱりこういろんな男がね寄ってきたと思うんですけども、まあ、そういうのもあって丸坊主にして、なるべく男っぽく接して、でそんな感じで少しずつロタ島のその現地の人たちと仲良くはなっていきました。で散歩する範囲も最初はやっぱ行ったってことはまた帰ってこなくちゃいけないから、調子よく行っちゃっても帰りのことを考えるとね、距離感ってあるじゃないですか。帰ってこれないことを考えると、でもその範囲もあんまひっちゃいももうなんていう、こういう人がいるっていうのが分かって、島ですから噂っていうのもダーッと行く、田舎もそうだけど、なんか変な日本人いるぜみたいな感じから、そうするとでもそれがラッキーなんですよ。ね、なんかこう、ね、あお前かーって車も止まってくれるし、そういうのはね、はい、そんな感じで、でもそういうの寝まくり、ココナッツも食べ、そしたらね、なんかしばらくちょっともうちょっと範囲を広く散歩してたら、あなんか昔ホテルだったんだなって、今やってなさそうなホテルが見つかりましてね。でもまあ何でも探索好きだから、どんななってるの、ああいうホテルだったんだろうなと思いながら、そしたらね、ポツンと日本人のマネージャーがいたんですよ。で、いや再建、あの新しいオーナーがついて再建するから、で、まあ、マッサージとかもできるんで、でぜひ日本人スタッフ、そんなグリーンカードを持ってる人を探すなんてもう奇跡のようだと言われながら、で、あの別に家賃とかいらないし、でも壊れてる部屋だから、いや全然いいです。でいきなりなんかすごいいいところに、ね、もう開ければ海が見えるし、プールもあるし、まあ、プール入れないですけどね、まあ、一応プールはあるんですよ。でカジノとかもあのできるスペースがあって、一人だけニュージーランドの男の子がいて、でなんか知らないけど、まあでもご縁とかね、流れっていうのは、まあ、そのまま乗る方がいいの で、そこにしばらくいました。でも結果的にはあの再建は
せずに終わることになるんですけども、一瞬なんかありがとう神様、なんか私日本お金の社会してできたけど、なんかここでも生きていきそうなね、めちゃくちゃハッピーな感じで2ヶ月ぐらい、そうですね、2ヶ月ぐらい過ごしました。その間日本人のオーナーとなるような人たちがいっぱい来て、うん、要はほら開発されてないからチャンスなわけですよ。だから経営の話とかでもいろんなところ、だから多分ロタ島は、全然あると思いますよ、これから経営コンサル。ただロタ島自体が神の島だから人を選ぶから、よっぽど自然に対してなんていうリスペクト尊敬してたりとか、いいことをしないとはっきりと分かる。極端だし、ダイビングっていうのもお金かかるスポーツだから富裕層が来るんですよ。でも選ぶからサイパンもしくはグアムから飛行機が飛ばなくて帰っていく、要は来れないから物理的に、うん、そうすると最初に会った時に、あ、なんか強欲、なんて欲が強い人だな、この社長だから、大体社長とか会長とかそういう身分がいい人とかね、コンサルタント経営者とかがいらっしゃったりすると、やっぱりその子でも、あ、自然が好きでいらっしゃってる方とそうじゃない人ねって、私でも分かるぐらいだから、自然という神はもっと分かるから。そういう意味ではあの方今回3回目ですよね、来れないのとかねでもあの人いつもすんなりですよねって、やっぱ選ばれる。で、人生っていうのはこう、今なんていうの、ここは今コンクリートだけど、ここにもしね、あの神社とか、うん、公園とかあったりしたら、やっぱりみんな自然を見てますからね、うん、自然が好きな犬とかもそうじゃないですか。犬が嫌いな人はワンワンワンって吠えるし、犬が好きな人はね、あの寄ってくるし、一番それが分かるのが鳩なんですって。公園に座ってると鳩が寄ってくるじゃない。そうすると私鳩嫌いなのよって、それは嫌いって言ってるけど怖いわけですよ。鳩は敏感でやっぱ怖いとは分かるから来るらしい。鳩が寄ってくる、だって鳩が寄っていくのっていうのは嫌いな人が多いんですね、うん、でもそれは恐れてるのが分かるから。鳩も最近見なくなりましたけどね、電磁波の影響。スズメなんて 見ないでしょ、スズメ。カラスは見ても、まだ朝早く起きてないですけど、鳥系は。で、昔は電書鳩っていうのがあったんでしょ。 A 地点から B 地点まで鳩行ってくださいって、鳩がちゃんと飛んでったけども、今はもう電磁波とかの影響でいないっていうね。で、それぐらいみんな見えないから普通に生きているけど、もしこれがそういうの見えてたら怖くて、やっぱりこうロタ島に行きたいと思うと思いますよ。だって何もない、綺麗なんだ、影響受けないからね。まあ、そんな感じでいました。んで、結局このホテルをね、辞めるきっかけというのがオーナーが、まあ、ここにいる人たちでチャモロ人って言って、こう太ってるのみんな。で、タイとかもそうですけど、あったかい国の人たちっていうのはレイジーって言って怠け者が多いんです。怠け者が多いだけども、まあ、現地の人とね、仲良くしないと、やっぱり住むにはね、村八分というか、大変なこと、村八分ところだったらいいけど、殺される可能性ってありますもんね。わかんないところだったらね。でもそのオーナーが、現地のホテルのオーナーが、いきなり木をバサバサ切り始めたんですよ。クリーンナップ、きれいにするっていうか、日本人の観光客とか環境客は自然を見に来てるわけだから、お前何のことだと。だ、今で言うと、街中にある 5G って、木があるとね、ダメ、全然進まないですよ。じゃあ、そこで、ちょっとね、それは後にして、とりあえず話します。はい、じゃあ、スライドでいきます。全然進まないです。はい、だそんな感じで、木を伐採するに抗議をしました。抗議をし、なんてことだと言って、わざと、チャモロ、現地の人たちが来るガソリンスタンドの横でテント張って、抗議テント。で、それをしてて、まあ、10日から2週間ぐらいしていたら、そのホテルで一緒にいたフィリピンの子たちが、どっかの管理人さんになるというところで、一緒にそこの庭にテントを張らせてもらいました。どこまで飛べばいいですか。今さっさとこれめくっちゃえばいいですか。そういう意味では。何ですか。あと数分で。もうちょっとはい。で、そのね、テントを張らせてもらってる時に、サイパンというところからコーディネーター、テレビの取材の人たちが来て、女の人が来て、あんたそれおかしな日本人やなと思って。
って言われて、世界の果ての日本人っていうねテレビ番組がありまして、そこに出演することになったんですね。飛びすぎ。はい、世界の果ての日本人。はい。で、その世界の果ての日本人っていうのに出るようになったら、今度結局そこの中で、海の中で、私のお風呂は海です、ご飯はココナッツですとか言ってて、まあそれをテレビっていうのは力すごいよね。それ見て、あ、僕が求めてた女性はあなたかもしれないって、何やってましたおじさん。でもそして私もやっぱりほら一人も二人の方がいいから、じゃあそうなんですかって、一日とかね観光一緒に付き合ってたりすると、でも実はやっぱ本物ではない。やっぱりロタ島に行く人はやっぱ本物なのよ。ミーハーで出会ってハワイ行ったりグアム行ったりするから、そういった意味でそこまで口説くけど全然実際は違いますねみたいな感じで、バサバサバサと切らしていただき、またね、あんまりこのテレビに出たところのビーチにいるとみんなが来ちゃうからっていうので、またひっそりと暮らすことになりました。違うところに移動してね。でも移動もさ、テントだけだからね、そういう意味では。で、そんな感じで、また移動した時に、ちょうどこの時に2匹の犬を世話することになってたんですよ。で、その2匹のメス犬が今度同時出産、今思えばどこの犬だったのと思うんですけど、まあメス犬、オス犬はだっていないんだもん。どっか散歩行った時だったから。で、2匹の犬が同時出産をしまして、1匹に6匹生まれるんですよ。最大だから6匹14匹のお世話になるわけですよ、はい。で、まあ、その前に実は犬がこうやっぱお腹大きくなっていくでしょ。で、一緒にお風呂、ビーチ、お風呂がだからビーチなんですけど、入ってる時になんか急に幸せな気分になってね、ちょうど10年前、2013年の10月ぐらいかな、突然作詞作曲できるようになったんですね。だから何にもないから、結局ほら子供の時思い出してくださいよ。何にもない時に遊びで作るじゃない。今いろんなおもちゃがあるからだけど、本当の子供の時ってさ、なんかディズニーランドとか行くよりも友達とゴムボールで遊んでる方が面白かったじゃないっていうような感じで、その時に感謝っていう曲ができたりして、なんか幸せな気分で、さっきから言ってるけど、子供の時にね、親から、虐待、今で言うのは虐待の方が分かりやすいね、虐待されて親の愛とか知らずに来たんだけど、犬の出産を見た時に、まず犬だけど母じゃない。で、犬が生まれてきた時、犬の子供見たことないから、最初はうわすごい宇宙の犬だと思った、宇宙犬かと思った。それぐらい犬とは離れてるから、ね、なんかすごいことになって、私はこう宇宙犬を産むこのシチュエーションに私はどうなるんだっていうぐらい一瞬パニクるぐらいで、そこで犬の母親が世話をしたりとかするのを見て、もう訳もわからずやっぱ泣きましたね。あ、親ってこういうもんなんだって。自分は生まれた時の記憶はないけど、まあその時は一生懸命ね、頑張って産んでくれたんだろうなって、うん、なんかずっと切り離してたけども、そういった意味では、あ、こういう思いをね、形は違うけど、違う、こういうふうに大事に命がけで産んでくれたんだろうなっていうところにはすごくやっぱりダブって感動しましたね。とにかく泣いた。で、すごいすごいと思いながら、で、元気にケアをしながら育ててたんですけど、もちろん獣医とかがいないからね、獣医とかもいなくて、で、5キロぐらいになったら、犬はね、5キロぐらいになったらもう大丈夫って言われてたんですよ。で、まあ、ブツブツ効果でも0円だけども、なんかお手伝いしてマッサージの仕事をしたり、なんていうの、片付け手伝ったりとかして、なんとなくほらブツブツ効果みたいな世界で生きてたのでね、だからお金がなくても生きていけるんだけど、要は技術はあったよね、なんか優しさとかお世話とか、
お金が関与するから税金って払うけど、お金を関与しなかったら税金払うこともないし、私はグリーンカード持ってたけど、グリーンカードを持ってる人働いてもいいんですよ。もう仕事場なかったけどね。でももし観光客で行ったとしても、お金をもらうから、あなたそのお金はもらったってことは申請してくださいってなるけど、で優しさとか思いやりとか、それで食料をもらう分物々交換だったら何も問題がない感じで、そういうことしてたから、まあそれがあって、まあ犬たちのなんか餌をもらってきたりとかしてたんでね。で5キロまでになったら大丈夫と言われてたけど、じゃ5キロになったから大丈夫と、で今度人間が待ってるから具合悪いから、あじゃあ施術行くね、なんか手伝うねって言って、ちょっと目を離した隙に、5キロだったら大丈夫と言われてたけども、実は海中って言って中に虫が入って、曲がる虫ってね、海中っていうのがあって、で最初は分かんないからいきなり食べなくなって、3日間で衰弱していくんですよ。最初分かんないけど、いきなり死んでこう硬直して死んでいくからね、うわどういうことですかと。でそれがバタバタバタと5匹とかね、埋めないといけないから穴掘るでしょう。でも止められないでしょう。もう祈るしかないでしょう。で最後にあの犬が、僕も兄弟が死んでいくからダメだと、食べない、もうあれは食べれないというか、食べないって、食べれないくなって食べない場合と、もう食べない意思があって食べない場合と、そいつは食べないっていうところで食べないっていうのを選択したような犬がいたんですよ。でも初めてですよね、犬の説得、1時間半ぐらい、いや食べてくれれば生き残るからとにかく行って食べてくれれば生き残るから。でもそれを延々と、もうさ、そこまでやらぼってね、殺してな、殺してて、死んでいくのを何もできなくているわけだから、もうあなたは殺すわけにいかないと、 1時間半ぐらい説得して。でも犬の気持ちも分かりました。だってみんな死んでいくじゃんって、僕も死ぬよって。でも説得 していく間に迷いが分かるんですよ。だからとにかく行ってくれと、行けばいいからって言って、まあ食べてくれてね。でその犬が結果ボスになったんですけども、でも結局は半分ぐらいなくなり、なくなっていきました。で最初いっぱい14匹いた時は危ないからうちに住んだ方がいいって言われて、要はチャモロの現地の人たちも自分が何て言うの、好き好んでテントで張ってる感覚が信じられないわけですよ。でも実際は彼らは向こうの家ってすごくて、ブロックを積んでペンキ塗ったような感じで、暑いのね、お家の中で。エアコンつけるんですよ。エアコン代10万とかなんですよ。でも払わなくて、払わないんですよ。だからさっき言ったような、なんていうの、怠け者だから。例えば家族、親戚がストアね、なんていうの、ストアって買い物するとこねを作るでしょ。でみんな親族付けで買って、そこを潰すような。だから南の島にね、今度行かれるんであれば、要は洗練されてるっていうことは、いろんなこう、なんていうの、いろんなことがこうルールとかマナーとかなって、洗練きれいになってるわけで、本当に現地の人たちしかいないようなところは、とにかく気をつけなくちゃいけないのはそういったところですね。でうちに危ないからって住まされたので、ね、お付き合いでお家に住んでたんだけども、もう犬も少なくなったから、暑いからね、コンクリートの中は、だったら外で暮らそうって言って、また見つけて、ちょうどお家の原型みたいなところ、大きな岩があるとするでしょう。そうするとそれが波、台風とかでバーンと当たれば削られていくわけですよ。そうすると上の屋根が残って、でここが削られている。でみんな洞窟っていうと暗いイメージの、縦長のイメージがあるけど、いろんな洞窟がありまして、まあ、洞窟でお家の原型ですね。屋根が、大きな岩があって削られて、屋根があって、この目の前が綺麗なさっきの色の海で、ヤシの木があって、すすらはサラサラで風通しもよく、蚊もいないんです。海の蚊ってジャングルだ。でそんなところに住みながら、物々交換的な話で、もうちょっと時間があれなので、ゼロ円生活の方に行きますと、結局は、まあ、実際的には労働でお金をもらわないっていうことですね。
ただシャモロ人じゃなくてフィリピンの人が多いんだけど、フィリピンの方って、その現地の人に今ある種騙されてビザを発行してもらっているんだけども、仕事をしてもお金をもらえなかったりするんですよ。だから実質ゼロ円生活でも男の人だったら網を持って男の人一人バーンと漁行くんですよ。そうするとやっぱ 30-40 匹釣ってくるんですよ。とか船があるんだったら船でちょっと行けばマグロとかも釣れる。あとはジャングルは歩いてはとても行けないので、まあ、大体はみんな仲間同士で狩りに行く。鹿を取ったり、あと果物も全部ジャングルの中、パパイヤだったりマンゴーだったりバナナだったり。なので、その島自体が豊かだからゼロ円でも行けるってことですよね。そういう意味では日本も本来はそうだったから、よく自給自足って言われるけど、あれは縄文の後ですからね。本来だったらどんぐりを拾ってクッキーにしたりとか釣り、だからこれから食糧難になったりね、どんな災害があるかも分かんないけど、一つだけできたらいいよっていうのはやっぱ釣りですね、釣り。そうすると海のあるところがあれば、であと水だけ飲めば基本的に生きていけるので、サバイバル的な話でいくと、水は必要ですけども、あとは朝一番の太陽を、ここに消化帯ってあるんですね、こことここの間あたり、真ん中あたり、中にね、そこにちゃんとエネルギーを入れると、サバイバル的に言えば。でゼロ円生活ってさ、最後の最後の持ってっていいですか。日本でも実はゼロ円生活できるシステムがあります。どうですか。はい、最後ですね、はい、で私ね、日本全国行ったこともなくて、あのハワイに住んだ時にね、ハワイにずっと住むか、日本かって言われた時に、日本全国旅しています。帰ってきた時に所持金2万円、ハワイから帰ってきました。2万円スタートで日本を一周しました。でその時にウーフーってね、これもしあれだったら写真撮っていただいてもいいんですけど、ウーフーっていうのは物々交換で、これはね、要は自然農とか農薬を使わない野菜とか作るのとっても手間がかかるんですよ。でもお金を払うだけの、要は JA 農協を通してないのっていうのはお金があんまりならないっていう部分では、物々交換的に、助け合い精神ができるところで、ウーフーは日本もありますし、ヨーロッパとかもあります。例えばハワイに行きたかったらウーフーハワイとか出せば、要はチケットだけで行けるわけですよ。でさっきも言ったように、お金を関与しないからビザないんですかって。ただ入るときにね、最初からウーフーって言うと止められる可能性があるんで、どっかホテル名前書いてであとはどうするんですかって、ちょっと現地で安いホテル、相性アレルギーがあるとかさ、なんか言っていいとこ自分で探すために1日だけ書くけどって、でそうすると、例えば海外行くのにみんなね、ホテル代だとかさ、いろんな観光代とかあるけど、例えば、ウーフーインドとか入れてもらうと、そこの協会が出てきますから、最初の会費数千円だけでリストが来ます。僕こういう勉強したいんですけど、行ってみたいんですけどって。で無農薬のお仕事ってね、あのすごく難しくないんですよ。大量に作んないから、丁寧に作るから、雑草抜きとか、1日6時間と住むところと食べるものを交換するという制度、日本もあります。でこれから本当食糧難の危機もありますから、リストだけだったら、あの会員にならなくても見れるからね、お家の近くでウーフー あるんだなとか、こういうとこあるんだなとかチェックしておくだけでも、で分かればたまに手伝いに行ってご縁をつけておくんですよ。要は例えば本当に困った時になった時、お金があっても、ね、社会的地位があっても紙は食べれないし、困って本当に食糧難になったら、最初は、ね、高く、ね、買ってくれる人がいたら売りますよ。でも本当に限られたら、友達とか親戚とか自分の家族を守ることになるからっていうことなんだ。だからお金がいかに無力かっていう。あとは海外に行けば大丈夫だろうって思ってる人が多いんだけど、海外、日本はね、海外の人にどんどん取り入れてるけど、普通は海外行くときは何ができるんですかってなるの。だからそれこそ、なんていうの、ね、MBA でしたっけ、取りに行く人たちいますけど、そういう人たちで5万といるから、海外でじゃああなたがここにうちに、例えばイギリスに来て何を
メリットがあるんです。何してくれるんですかって。だから技術がないと難しい。で、10年前の話ですけども、一番アメリカに関しては日本人がビザが取りやすいのは歯科技工士。ああいう細かい仕事っていうのは日本人が得意。あとはやっぱりなんて言ったって日本食。で、実は調理師免許っていくらでも取る方法があって、簡単にね。で、特に長野県はプリンスホテル系が多いんですよ。で、そうすると私はそこで取ったんだけど、で、3日間くらい講習があって、講習出るとちょっとハードルが下がったりとか、あとはプリンス系人が欲しいから長野に行ってちょっと修行して何年働いているっていう証明を取ってもらったりすると試験を受ける資格になったりする。から海外も、あとはね、若い人だったら33とか4までだったらワーキングホリデーとかあるから、もう一番すすめは日本にこのままいるよりは海外行った方がいいと思います。命を守るっていうことで。で、今ね、農業、今ほら法律で1000円になるとか言ってるけど、今オーストラリア、ニュージーランド、ワーキングホリデーで行ってるね、お友達、まあ、若い子も友達いるんで、時給2000円ですよ、農業で。それぐらい。でもやっぱり食のこととか、未来の日本を考えた時には今行けるチャンスがいっぱいあるから、そういうことを考えるのは一つだと思う。だって日本が終わってしまったらさ、いくら資格があってもコンサルタントって言っても無理じゃない、そういう意味では。っていうところもちょっと視野に入れながら、さっきのシリコンバレーにしてもなんか行ってみるっていうか、向こう行ってすぐ帰ってきてもいいんですよ。行ってご縁をつけておくの、縁をつけて何かあったらよろしくねって、それがご縁なので、うん、だと思います。で、ゼロ円生活っていう部分で言えば、日本でももうすでに自給自足で一人で全部やることできないから、コミュニティビレッジね、大体じゃあこの土地はみんなで何かしようよと、じゃあ私は小麦を作ります、何を作ります、じゃあ私はその小麦でパンを作りますとかね、と思ってれば、大阪の高槻っていうところがあってね、高槻の山の方なんですけども、オフグリッドって言って、基本料金だけは電気会社の使えますけど、ソーラーパネルでね作って、あとは薪ストーブとかお米も作って、そういうふうにやってる人たちいます。ただ現金どうしても健康保険代とかね払う部分では、もともとテニスをやっててガッと張りをして現金はそこでとか、分かりやすければいっぱいお金を稼いでもその稼ぎ方がなんかすっきりしない、要はなんかな、なんかなんていうのが分かりやすければね、お金ってね、もらって嬉しいお金と嬉しくないお金があるんですよ。人を騙して搾取したようなんてやっぱ嬉しくないっていうのがどっかしらに残ってるから、罪の意識みたいな、そうするとやっぱ病気とかなっていったりするわけですよ。いっぱい稼いでも持っていかれるのが多いのか、少ないけどもストレスフリーで幸せでこの中で回していくのかっていうところ。もうとにかく皆さんの年代の時は生まれた時から金金金だから、お金があれば幸せになれると思ってると思うし、反対に言えばお金を使うことが偉いことだと思っている人が多いと思うんですね。もっと言えば YouTube だろうがインスタとかそういうのも操作され、数字っていうのが操作されてる。エビデンスってねよく言うけど、エビデンス裏付けっていうのは本当に大事なものって、愛にエビデンスありますか、優しさにエビデンスありますかっていうところだから、あんまりこの数字とかに操作されない。例えば食べログにしてもそればっかり見る人いるけど、あれも操作されてますから、もっと自分が、あ、ここがすごいな、あ、ここ行きたいなって、それは結果失敗というね、自分として失敗でも失敗と思うのは何も得るものがないという判断じゃないですか。皆さんが今やってらっしゃるそのお勉強会っていうのはね、勉強されてることってコンサルタント何かつなげるっていうのも失敗のところに入れるなんてチャンスじゃないですか。じゃあこの店をどうするが成功に行くのかっていう、ちゃんとその実体験で感じさせてくれるわけだから、反対に言えばそういうとこは裏を返せば狙っていくのが勉強だと思う、本当の。そういう意味ではだからね、あくまでもお金はお金あって、今本当に日本もどうなるかわからない、お金があっても決して幸せではないっていうのを得るためにお金を稼ぐ人たちもいます。
国が老後2000万必要だから、人によっては男の人でも女の人によってもね、どんなことをしても2000万貯めればいいんでしょって言ってね、詐欺したりとか風俗で働いたりとかして稼いでる人たちもいます。でもそこでどんどん心がすり減っていっちゃうのね。例えばネットワークビジネス、そろそろ回ってきますよ、それぐらいです、はい、要は先行きあの会社入って2年目ぐらいが一番なんですけどね。でもあの要は印税みたいにね、何もしなくても入ってくるお金って言われるけど、そこに行くまでに人がお金に見えちゃうんですよ。今だったらポイントでね、友達紹介するだけでとかあって、何でもポイント、例えば何かを買ってポイントつけるでしょ。あれは実は自分で皆さん何、僕が私が何が好きかっていうのをお金に売ってるわけですよ。本当だ、リサーチ班が例えばコンビニでもいて、あこの人何買ってるってチェックして、それでデータを出すようなものをちゃんと皆さんで、自分が買ったものポイントをつけてもらう代わりに何買ってるかって全部データを売ってるわけですよ、そういう意味では。なのであのとにかくさっき一番最初に言ったようにね、無料、ただより怖いものはないっていうのと、格安気をつけてください。で全部がもうお金だから、そのベースかどこかって金金金だから、でお金がなくても生きていけるっていうのは、裏を返せばお金には支配されないってことだからっていう話なんですよ。で実際には例えば日本でもお金がなくて、もっと言えばあのお家なくてね、女の子でホームレスでずっとあのヒッチハイクとかしながら旅してる人とかもいます、お金使ってないと。で、まあ、厳密に言えば健康保険とかで、あの抜く方法はちょっと私は分かんないんですけども、一番安いのだったら2400円とかでしょ。ネットとか見なくたって、ネットは見ないと、まあ、10円でコレクトコールとかまでできるからね。極論でも0円生活に近いような生活は日本でもまだできると思います。っていうか、そっちの方に移行するような考えで何かを考えると新しいチャンスがあると思います。それだけお金ってエネルギーがすごいから、あの来年ね、お札も変わっていきますよね。でもあのお札変わる理由ってね、タンス貯金を出させたためとかね、もうお金の中にチップが入ってるから衛星で見るから隠すことができないとかね、いろんな話があるじゃないですか。でネット時代もそうだし、みんなメタバース、本当の時代、本当のリアルじゃなくて持っていかれるように仕組みがあるし、だから一番ね、この0円生活で生きていけるよっていうところで言えば、何か自分が得意とするもの、何か物々交換できるようなことを一つ身につけられるといいと思います。同じアルバイトするんだったら寿司屋さんでやってみるとか、和食屋さんの厨房入ってみるとか、マッサージだって見習いでね、全然0円から教えてくれるから、嫌だったらやめればいいんですよ。でもその本来だったら3ヶ月なら3ヶ月見習いで、みんな専門学校、調理師学校だって何百万も払って行ってる、マッサージもそうだし、あのなんていうの、いちいち証明出してくださいとは言ってこないから、できれば持ってればね、あの資格持ってても下手な人は下手、思いやりがない人はいくらあったって無理だしっていう、なんか物々交換でできる、例えばあの農業 の手伝いだって、運搬は僕は力があるんです、だってそれで、ね、農業の仕事ありますからね。なのでなんかそんなのを一つ身につけられると、本当に0円生活になった時に自分の出番があるような自分を作っていくっていうのをお勧めしたいです。一番この0円生活で言いたいことはそこかな。で例えばニートの人たちの、ニートじゃない、引きこもりの人たちの相談とかもよく受けるんですけども、彼らたちが言うのはね、恵子さん履歴書に僕書けないんです、この空間を書けないんですって。でもそれも過去のことでしょう、何十年も書けない、だから書けないのが問題じゃなくて、できないのが問題なんですって。もしじゃあ家事洗濯、ね、女の子だったらね、家事手伝いって書ける、でも男の人だって今もうジェンダーフリーの時代ですから、ちゃんと炊事、掃除、洗濯、料理できれば堂々とお家の家事手伝いしてましたって書けばいいんだもん。
から書けないのが問題じゃなくてできないのが問題で、裏を返せば学歴なくても何かができるというのがこれから売れてくるから、そこに学歴だけでせっかくねお金払って学んでる、それはそれで資格なり取るべきだと思います。でもその枠に一番最初にね高蔵さんもおっしゃってましたけど、そのルートに乗っかっちゃってるってことは、あの要は、まあ、奴隷とまで言いませんがそれに近いことになっていくし、これからスマートシティ構想でどんどんロボットになっていくから、そこで人間らしく生きたいかそっちでもいいかなと思う、本当に今令和維新だと思うので、まあ、これをきっかけにねちょっと考えてみていただきたいなと思います。ありがとうございます。こんな感じでよろしいでしょうか。最後この話だけど、これなんでしょう、この話してもらっていいですか。エニタツと一緒に、なんて書いてある。あ、これ覚えてませんか。前回の時のいい話だなと思って、はい、引き潮で、はい、あ、これですね、はい、あの魚ってさっき魚釣りを覚えてないんで、はい、前回と言ってることは違うんですけど前回の時はあの引き潮でこう引き潮でこの海岸が出てきた時に、うん、そこを歩くとお腹が減ってて魚が食べたいなと思った時は魚が落ちてるって話をしてたんですよ、うん、あの結局さっきのね必要な時にその最初のテントがね張るとこ空いてたように、必要な時に必要な人とかこととかものが出てくるんですよ。でそれで、そう魚は釣りやってみたけど向いてなくて、でも食べたいなと思うと海には満ち潮と引き潮があるから、その時に食べたいなと思ってるとちょうどピョンピョンとか動いてるかと思うと引き潮の時にちゃんと海に乗れずに帰れない魚がいるんですよ。とかオレンジはジャングルだからでもビタミン C 食べたいなって朝をね散歩してると、あの週末パーティーしてた現地の人たちがなぜかテーブル1個オレンジ置いてあるんですよ。だから本当にね自分の人生誰か見てますかっていうような、でも本当そういうことなの、タイミングって。あとは一番はね、漁に出る人もそうだけど、現地の人がね漁に出る時にやっぱりよろしくお願いしますと、ね、海の神様じゃないけどね漁の神様お願いしますって祈って、もっと言えばなんか儀式やる人たちもいたよね。そうするとやっぱ大量に持ってくるのよ。それが何もなくブレーコーっていうかな、ブレーにバーン入っていく人たちっていや怪我したよとか血出しながら帰ってきたりとかね、なんか全部本当あの自然、特に自然の島はあの精霊みたいなのがいるから、うん、そういう意味ではなんていうのかな、やっぱり自分を整えるっていうのは自分を幸せにしてるんだから幸せ、一番多分恋愛が興味がある年だと思うけど、もし素敵な彼女とかね彼氏が欲しいなと思ったらまず自分が素敵になることっていうか、あの素敵になるかどうかはさ判断は相手だけど、自分で自分を好きでいれる自分になるかってことよ。嘘偽りごまかしとかさ、なんか嘘ついてる自分ってどっかでごまかしてるけど、ほんと深いところではやっちゃいけないんだよなこれとか思ってるの。それがたまるから問題というふうにして出てくるんですよ。なんかさっき言ってる問題はあの人生を変えさせるためのきっかけっていうのはそんなこと。なので恐れずに人生は楽しむのが一番なので、こうやって0円生活してる人もいるし、いろんな道がこれからあると思いますので、ぜひで、さっき写真撮ってもらいましたけど、あのホームページとかもあるのでね、いつでも、今日のことを参加しましたって書いていただければあのお問い合わせください。あと本当一番はね、もう人生嫌になって0円にまでいけないけど新しく人生切り返したいとかいうお友達とかね、ご自身でもいいです、いたらぜひこれからもつながってください。今日はすいません脱線しましたけど、一番大事なところでお金がなくても大丈夫だし、まあ、みんなで頑張って生きていきましょうというところをお伝えしたかったです。ありがとうございました。